くだらない、いけすかない、くだらない、いけすかない。こんちゃん、今日はまたバロンダフィールを使った、ヴァンパイアのデッキの紹介なんやけど、アンリミテッドのデッキを使っていくんやけども、やっぱりアンリミテッドといえばアグロバンプっていうね、そういう固有名詞がついてるみたいに、やっぱりローテーションのアグロバンプよりもやっぱアンリミテッドのアグロバンプの方が、8000億倍強いと。それはやっぱりまあブラッドウルフであったり、まあ昔のその強いカードが低コストとして入れられるっていう点がまず大きいっていう点と、でこの前ねローテーションでアグロバンパイアみたいな紹介、まあ決闘の採用型の紹介したいけども、まあ終盤のなんかそのフィニッシャーに関してはインプランサーとかラウラとか、まあ決めていくカードっていうのはあまり変わらないけど、やっぱ序盤のカードたちがねやっぱ優秀すぎる。特にこの受験の吸血鬼が入れられるっていうのがなかなかでかいと思ってて、やっぱりこの極絵のデーモンとか、ピューロとか、まあ手札のカードを強化しながらハンドバフで買っていくっていうデッキなんやけども、やっぱりそれ1コスっていうのがねすごい大きくて、やっぱ1枚でもね1コス出せればまあすごい強化になると。なのでまあこの序盤のこの低コストのね1コス2コス帯が強いということは、まあ終盤の火力というものが、最大級に発揮できると。で私このデッキを見てまあちょっと面白いなと思ったのが、ハンドバフヴァンパイアに頼っているにもかかわらずフルフルが1枚しか入ってないと。まあローテーションとかだとフルフルっていうのは3枚入るんやけども、1枚しか入ってない。まあその理由としては多分ザービージュールが3枚入ってるから、まあフルフルの枠っていうのはやっぱ3コストあんまいらないということで、まあ悪夢の始まりもあるしね、ちょっと1枚になってると思うよね。でやっぱりこのピューラがね強くて、このカード進化するだけで手札のカード全てプラス1できるから、手札に疾走カードいっぱい持ってればそいつら全てがねプラス1されるんで、これもなかなか強いと。まあ難易度もそこまでねアグロバンプに関しては高くないので、まあ気になった方はね作ってもらえばいいかなって。はい、まあ私みたいなね上級者の人間が使うとなると、まあちょっとねあくびしてでも勝てるんやけども、まあちょっとね初心者向けにちょっとね今日はこの動画、やっていきたいなと思います。勝ちました。ウィッチに遭遇していく。あーでも高校か。さあ新カードのバロンダフィール、ラウラ、ピューラ、これはちょっとマリガン残してみるか。剣失る何天使、そんな弱っちいカード出して暇あるか。これ相手マゼルかな。にこあおマゼルメインか。ちょっとよくわかんねえデッキだな。デモンストーンも引いていく。まあここは、ピューラちゃんでちゃんと強化していくか。いらなくなるまでおそばにいます、いらなくなるまでそばにいます。このねピューラがほんまに出しただけでフォロワー強化できるからね、すごい優秀なカードやんね。マナリア・グリモワール、んスペルカードはえなあるんか。スペルはターン終了時やから、これないんか。よくわかんねえなこいつ。まあ相手が何のデッキで来ようが私は最強の手段で相手を葬るからな。ここはバンピース出すか。まあさすがに盤面相打ち取って、おお盤面めちゃ相打ち取ってくるやん。ハッピーエロピック、あ優勝やな。まあ相手の多分魂胆としては9ターン目にジンジャーを出そうとしてるんやけど、こいつがね進化込みで2点顔殴る、さらに盤面も取れるっていう優れもの。くだらない、くだらない。パンサーレオしっかりと2点投げていく。いやー美しいね、このなんか進化の強さはたまらないね。どうしよう、はい、タイムレスウィッチとか懐かしい。乗せてちょうだい。これマゼルやな多分。ウィッチでマゼルベインは結構久々に見たような気がするが、まあここは普通に自分のリーダーへのダメージはゼロになる、この能力はこのフォロワーがバーを離れるとき失われる、なかなかの小賢しさを持っとるね。だがラウラ失踪も行きたいけど、いやーここちょっと難しいね。まあここはちょっとね、まあレイジコマンダーラウラ失踪も出せようと考えたんやけど、ちょっとまあ進化で取るか。おおこういってでバロンダヒール進化で、まあ、21をまあ顔に当てていくか。これが一番最善かな。くだらない、くだらない戦いだ。これでいい。ちょっと手札がおぞましいことになってんなこれ。ラウラさん、
弱すぎる、弱すぎるぞ。戦闘で進化弱っ。あ、でもスタッツはなかなか高いけど。おお、極夜のデーモンでかいね。これ8号は別にそれ驚異的ではないので、もう無視しちゃって顔いったが強そうやね、ここは。だからバロンダフィールをジェして、パンサーレをジェして、極夜のデーモンをジェして、悲鳴の残機もワイトガスで、進化系に関してはここ使わないで顔だけ殴っていく。あ、これで良さそうやね。もし8号が顔来たとしてもリーサルないしね。で、この時点でもう8、3アシストでしょ。終わったでしょ、相手これ。8プラス11点ぐらい見る。あ、これもイスラフィールが来たらちょっとまずいんじゃないか。世界の調和小賢しいな。小賢しいな。甘いな。今のアグロバンプというものは、しかもこれ復讐状態になったら、他のカードが疾走持つからね。これもまあなかなか優れものの効果ではあったけども、まあ、例えばレイジラウコマンダーラウラ疾走とかね、これもできたってわけよね。悲鳴の残機もハイトカス。あしか、あー、これ強いな。でも復讐、いや強いわ。現実と終末の羽音を。見にくい。ちょうどまあエイリーがなくてもリーサルあったって感じか。いや、なかなか素晴らしい。さあ、ドラゴンに遭遇していく。はい、勝ちました。はい、先行。よっしゃー、先行を取った時のヴァンパイアのね、やっぱりこのなんとも言えない感情で、マリガンが結構むずいな。とりあえずピューラに関しては2コースと先行で結構強いカードなんで、これだけ残していこうか。強化するカードが来たら神。さあ、ザーベージュルフ2枚目引いていく。やっぱピューラでね、ザーベージュルフ強化しながら戦っていくの結構強いからね。で、案の定やっぱりドラゴン、ヌーッ。ザーベージュルフ3枚。まあ、強い、強いのか。まあ、強、まあいいや。ちょっと事故ってるね、でも。すべては無力、それを知れ。めんどくさい感じできたな。さあ、ゴブリン引いていく。手札ピッカピカやけども、まあザーベージよりここは悪夢の始まり、横展開するか。で、さすがにドローされて盤面残ってうざいんで、ここはちょっと盤面取るというね、ちょっと弱い動きになるので、やっぱ先行取ってたらやっぱ顔来たんやけど、ちょっと重射ということもあって、ここはちょっと盤面取った方が強いね。うん、まあヒルレインとかであればもう無視でね、どんどん殴っていくっていうのもありやと思うんやけど、これさかしら。はい、終焉の炎のラウラー、これはもうね、ラウラで、じゃあデーモンで強化していきたい。まあザーベイジュールの強化もありやけど、ここはラウラに強化使っておきたいかな。いや、でもザーベイジュール進化、まあどうせならザーベイジに強化しておくか。ここはご自慢の氷ご自慢の氷溶かしてあげる。はい、きしょい。はい、きまる。そのか、これ絶妙なる最強の場面やね。もう場面は無視した方がいいよ。そうそうやね。ああ、もう小材小材小材、これもう盤面地獄やから無視やね、これ。ああ、いいよ、そう来るんやったらこっちで。ピューラは全面強化できる最強のカードなんで、これピューラやね。で、ピューラに進化権をここは切るというね、動きしながら、盤面をね、ちょっとフォルテとか怖いからね、しっかり取っておきたいね、ここは。でも全面強化ありがたいよ。3コス、3コス8人疾走って、しかもまだ5ターン目は剣について。もうここはもう顔狙って、これは確定なんよ。で、バイロン取るのか、っていう話はあるんやけど、まあ、どれを取ろうかなって感じだよね。ああいう火力を上げられるのが嫌なんだよな。ぶっちゃけね、竜戦士に関しては、もうなんかファイアードレイク、むしろ生まれてくれた方がありがたいよね。だから、ここバイロン取った方が賢いかな。うん。相打ちなんやけども、ここはバイロンをね、しっかり場面取るか。そして、ザーベージウルフ8点、無敵疾走。まあ相手は盤面処理しながら、まあ与えたとしても15とか14までぐらいじゃないかな、体力。そうなるともう一ターンぐらい必要になってくるよね。やばいな、8ターン目に5点、じゃあ5ターン目に8点疾走ってやばすぎだろ。まあ体力少ないのが一つ弱い点ではあるけどさ。しかもさっきのピューラに効果によってやっぱ手札のカード全て強化できるから、よくで8点次見えてるわけでしょ、これ。大丈夫、一緒なら。もう流星者に関してはもう置物みたいな感じになってる。おお、小賢しいだ。
で、あ、顔、おお。いや、さすがに盤面取らないと、いや、9はいかないと思ってんのかな。ラウラ込みで。でもさっきピューラ出してるの分かってるんやったら、絶対盤面取らないとやばいっていうのはね、もうぜ、100も承知の事実というか、しかも盤面ロックっていう、あ、はいはい、で血に溶けていく。あー、まあや、うん。しぶきを上げ。うんこ、うんこ。こわざかしいこと。あー聞かれるわー。まあデモンストームに関しては1枚しか刺してないけど、やっぱピン刺しってこういう時にね、やっぱりいいよね。1枚ってなんか入れてる価値ないみたいなよくあるけど、やっぱ引いた時に、その使える時に引いた時のこのね、神々しさ、これがやっぱ強いよね。さあもうこういう風な盤面、いやピューラがなかなか今の環境強いな。ピューラザ、いやアグロバンプ結構、あー、いやー、ちょっとフォルテが出てね、ちょっと負けちゃう、なんか買ってしまうの申し訳ないけどもね。貴様の価値を、しかし死後も剥がして、いや、いい感じに決まったんじゃないか。ここはもうザーメントリプル、あ、しかもこれ疾走も出せるっていうね、能力もちゃんとできる。これザーベージウルフをトリプルコンボで決めていく。あー素晴らしいね。ザーベージウルフ事故ったけども、まあ事故ったけども、ちゃんと勝つことができた。素晴らしいね。